カッターラ定地、カッターラ定地の位置カッターラ定地カッターラ定地は、エジプト北西部、マトルーフ県、リビア砂漠にある盆地。低いところでは、海面から133メートルも低く、アフリカで2番目に低い内陸地である。この定地の面積は1万8000キロ平方メートル、長さは大きいところでは幅120キロメートル、80キロメートルで、ある。 最も低いところは、塩地になっている。カッタラクボチや、カッタラ低地、カッタラ大地とも呼ばれることがある。低地が形成し始めたのは、新第三気候期で、河川や地下水の塩分による風化作用が岩石を破壊し、第四期になると風力が加わり、侵食低地化が進んだと考えられている。カッタラ定地の北西から北部にかけては、 断層崖や潮沼が多い。また、プラーも多く、洪水が起きることも多い。4K 平方メートルのモグウラオアシスがあり、その一部でヨシが自生しているが、人は定住していない。ほぼ年中潮沼となっているのは、約300キロ平方メートルであるが、浸食で減りつつある。 全面積の26%にあたる1万9 5 0 0トルはプラーヤであり、ここは瓦礫や粘土質であり、大雨が降るとたまに水がたまる。ほとんどが不毛の地であり、わずかに雨が降る地域にアカシアの一種アカシアラディアーナの森があり、そこでは多くの生物も見られる。この低地はチーターの生息地として重要であり、 主に北部、西部、北西部に分布している。エイニエカテラ、エイニエガッツァラットといったオアシスや、この低地内外のアカシアの森に見られるが、それぞれの場所で分布が孤立している。ガゼル族のドルカスガゼル、リムガゼルも生息しており、チーターの重要な食料になっている。ガゼルは主に湿地が多く柔らかい砂地の南西部に分布している。 ガゼルが住む領域は900キロ平方メートルに及び、そこには、ハティアットタブバ、ハティアットウムムキタバインといったオアシスや、点々とした湖と塩沼、ヤシの森、イネカのデスモス滝やビピンガータの草原がある。その他に、ケープウサギ、ゴールデンジャッカル、砂漠ギツネフェネックも生息している。かつては、 バーバリーシープも多かったが今では減ってしまった。また、絶滅してしまったが、かつては、シローリックス、アダックス、キタハーテビースとも生息していた。ここに定住している人間はいない。遊牧民のベドウィンが立ち寄ることがあり、特に寒気に水を求めて、モーグラワシスを訪れる人は多い。カッターラテイチは、軍用車。 とりわけ戦車の通行が困難である。第二次世界大戦中、この地形がエル・アラメインの戦いで決定的な意味を持った。特に潮沼の通過が困難であり、断層崖やフェッチフェッチと呼ばれる微細な砂の行く手を阻んだ。断層崖の下に陣取ったイギリス軍に対して、数軸軍は側面攻撃を仕掛けることはできなかった。 1958年のイギリス映画、恐怖の砂で、この地での戦いが描写されている。水路案1957年、アメリカの CIA は、当時のアメリカ大統領アイゼンハワーに対し、カッターラテ地チに水を入れて湿地にするよう進言した。CIA はその理由として、美しく平和な地となる、隣接地域の気候も、 穏やかになる建設作業がパレスチナのアラブ人に仕事を与え完成後も彼らの職と住居の源となるエジプト大統領ナーセルがソビエト連邦のくさびから離れるきっかけになるかもしれないの4つを示した。もっともアイゼンハワーはその提案を馬鹿げたことだと一周している。1960年代地中海の水を買ったーラ大地に引いてアスワンハイダムに並ぶ 水力発電所を作って、エジプト北部の電力源とする計画が持ち上がった。ナンセル大統領の時に計画された。計画は、北方80キロメートルにある地中海から、カッターラ定地に向けて、数々の水路やトンネルを設け、海水は発電タービニ用の水圧管を通り、水面下90メートルの位置で放水する。 カッターラは高温で乾燥しているため、放水した海水は蒸発してなくなる。蒸発した水はやがて雨の恵みをもたらすだろう、というものだった。後に、人の定住地域から離れているため、平和的核爆発による水力掘削も提案された。ただし、いずれも実現には至っていない。ありがとうございます。